ぐらいやっぱちょうどしゃべりよくないですか。シャイだから、はい、しゃべりすぎてやっぱいいことないと思ってるキャラ的に出しゃばっちゃいけない、はい。また細いんだけど見て、なんなのこの道。なんかあったんですよ、もうここ事故とかあったの、かつてすれ違いざまになんかめっちゃぶつけるやつ、はい、なんなんこの道マジでマジエータに合わせたいわ、マジおもろいからマジで人見知りやけどね。あ、そうなんですか。でも元気くんも結構人見知りじゃない？そんなことない？そうっす。あ、でも慣れるまですごいさ、根は、はい、あ、根は、うん、結構人見人だから見るタイプなんですよ。だよね。だからでも別になんか仕事してからは全然誰とも何も喋れるようになったんですけど、 あんまり結構人見るもんね。あんまり深い話とかは初めての人とかはしないっすね。だよね。うん、てか多分どの君からしたら、ね、ほぼ全員人見知り多分俺とのエイタさんもそんな別に普通だと思いますよ。あのエイタマジで人見知りだよ。マジですか。エイタマジで人見知り。左方向です。本当に心開かないもんエイタは。あ、そうなんですか。うん、これ左っすね。これが人見知りしなさすぎる、はい、っていうのはあると思います。少なからずある、はい、10までだとしたら多分 3,4 ぐらいはあるつもりだと思う。俺本当に人見知りしないもんね。うん。でもなんか俺もどっちかというと多分自分でしない方よりかなって思うんですけど、うん、でもあれですね。てかそれはなんか他の友達とか見てて思います。うん、全然喋れないやつとかいるじゃないですか。ああ、そうだね。まあ元気くんは喋れるもんね、うん。礼儀正しいしね、めっちゃ。そう、俺そう一応喋れるけどなんか。あんまりちょっと全てはちょっと怖いじゃないですか。出したくない、はい、うん、でもそれ良くないらしいですね。俺マジさらけ出してるもん、ね、なんか、はい、自分のなんかダメなところを、うん、なんか言うと、うん、相手も、まあ、ここで開くよ、そういうことも話し込んだと期待でいいんだ、はい、って思うからそれが重要らしいです、一番最初の ぶっこみでなんか失敗談とか、あー弱みよね。俺先週飲み会でうんこ漏らしちゃったんですよねみたいな感じのことを言うと、いやいや失敗談すぎるだろ。めっちゃいいらしいです。それは本で読んだの最近。あ、それは本で読んだ。何の本、何の本。それはなんか変なインドネシアのなんか金持ちのバリ島の金持ちのおじさんの話。あの、なんだっけ、バリの兄貴みたいな。